はい、どうも、坂田です。小田です。はい、小田という第3回。3回。うん、モビリティやって、アクティベーションやって、今日は何で？今日はサーキットをやっていきたいな。サーキットトレーニング。はい、思います。嫌ですね。嫌ですね。自覚やってる人はね、サーキットみたいで。はい。そうはい、ただ走るよりはいいかな。そうですね、うん、それは楽しいですね。で、さっきともいろいろあるじゃないですか。今日はちょっとシンプルな。そうですね、家でもできるようなエクササイズでやっていきたいなと思います。で、貧乏学生なんで、ね、床の薄い2階建てとか住んでると音も立てれないじゃないですか。そうですね、はい、そうですね、はい、ですね。そういう人でも音ではあんまりいいです。もう気にならず、場所も取らず、道具なしでできる。イエーイ、はい、そしてきついやっていきたいなと思います。わかりました。じゃあ早速行きましょう。はい。お願いします。お願いします。またこの曲もう始まってますよ。あ、すいません。もう、あ、時間でしたね。はい。はい、腕立てしてました。腕立てしました。トレーニング。トレーニングに余念がないですね。ええ、まあもちろん、はい、コロナ期間中でずっと頑張って出して、ね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。準備はしていかないと。今日何やりましょうか。今日はちょっとの軽く家でもできるちょっとサーキットですね。全身使う運動をやっていきたいなと思います。わかりました。まずちょっと説明だけお願いします。はい、はい、立った状態から座ってまず転がります。で、素早く立ち上がってまた素早く座って転がって繰り返します。はい、これだけですね。これだけですね。はい、まあ、1乗分あればうん、まあ、秒数でやっていきたいなと思います。はいはい、何秒？20秒やって20秒やって、休憩は10秒、休憩10秒、はい、休憩は10秒、はい、休憩は10秒で、OK、で、これは何セットするんですか？今日は、まあ、3、4セットですかね、うん、やっていくんですけど、まあ、本来なら、まあ、まあ時間余裕あれば8から12とかですね、はい、いろんな種目織り交ぜながらできたらいいかなと思います。まずはシンプルなやつを。そうですね、はい、シンプルなやつを今日は小田くんがきついので4セットしかしないと。そうです。はい、そうです。でもみんなは、まあ、8セットから12セットぐらいやっていこう。で、20秒やって10秒なんで、それ4セットだから2分ぐらいで終わりですね。はい、2分です。 OK、 じゃあ、2分にセットします。はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。気にもなりそうですね。そうですね、だいぶ全身使うので、はい、ちゃんと立たないとダメですね。そうですね、まっすぐ立ち上げるところまでが OK です。10秒経ちました。はい、 OK、 5、4、3、2、1、スタート。できるだけ早い方がいいですか？そうですね、できるだけ早く、はい、立つ方がいいかなと思います。起き上がるときは手を使わない。そうですね。はい。5、4、3、2、1。はい、OK。いきます。3、2、1。スタート。3セット目。しっかり立つ。普段、感覚情報が入りにくい背中とかにもですね。あ、なるほど。はい。背中感じにくいですもんね。そうですね、転がることで背中も感じやすくなると、まあ、腰痛持ちの人とかもいいかもしれないですね。はい、 OK。 和田さん、これ両足だけですか？片足とかもいいですか？片足とかでも OK です。じゃあ最後にセット、片足やりましょう。そうですね、やっていきたいなと思います。はい、よーい、スタート。片足で立つ、結構難しそうですね。そうですね、はい、バランス、あとまあ筋力も必要ですね。まあ、片足できない人は両足で、できる人は片足も。これだったらマンションでも下の階気にせずできそうですね。はい、 OK でーす。結構息上がってますね。ね、4セットだから。そうですね、ちょっと終わった後喋る余力を残すために4セットですもんね。そうですね、はい、でも本当は8セットから12セットぐらい。そうですね、できたらいいかなと思います。はい、まあ、こんな感じでちょっとサーキットもバリエーション変えながら、ね、はい、やっていけたら、そのコロナの
大変な期間ですが、はい、まあ、体力も落ちですね、維持できるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとねモチベーションが上げにくい時期ですけど、夏とか冬の大会に向けてみんな頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。じゃあ和田さん、またよろしくお願いします。ありがとうございました。